はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、アンケートをちょっと書いていただいたのでいくつか質問させてください。はい、お名前を教えてください。青木美希です。はい、ありがとうございます。年齢を教えてください。26歳です。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間、まあ、上下やってたんですけど、はい、覚えてますか？1年ぐらいだと思います。ギュッとしてね。はい、じゃあおのおのいくと、はい、上下別、まあ、同時進行だった時もあるんですけど、上がワイヤーで4ヶ月半ぐらいやって、はい、マウスピースで3ヶ月ぐらいやってました。はい、で下がワイヤーで5ヶ月ぐらいやってマウスピースで2ヶ月。で先に下やったんですよね。はい、下やって下終わる前ぐらいに上スタートしてっていう感じでやってました。はいはい、そもそも前歯の部分矯正しようと思ったきっかけを教えてください。は、小さい頃から歯並びがずっと悪くて、うんうん、なんかにってした笑顔の時とかにやっぱりずれてるのとかはすごい気になってたし、うんうん、あと歯磨きの時とかも毎回鏡を見て、うんうん、自分の歯並びが悪いのをどうにかしたいなってはずっと思ってたんですけど、うん、なかなか踏み出せず、やっと今綺麗になりました。ずっと気になってた、はい、その最初の頃に相談とか行ったんですか？はい、行ってなかったです。ずっと気になってたけど、うん、やっぱり矯正はちょっと高いし、うん、期間も、うん、長いのがかかると思ってて、うんうん、ちょっとそれで避けてた部分はあります。なるほど。はい、で、まあ、じゃあその時はじゃあお母さんとかにも言わずに、はい、まあ高いイメージがあるから寝かしてたってことですか？はい、あ、そうです。ずっと寝かしてて、はい、でやっぱりってなったのはいつぐらいなんですか？やっぱりっていうかずっと思ってて実際にこう、はい、やもう行動するというか相談行き始めたのっていうのは、相談に行ったっていうか、うん、こっちに引っ越してきて、あ、そうなんですね。気分転換にしてみようかなと思ってしました。なるほど。じゃあ、はい、ここの前は どちらにいたんですか？九州に住んで、はい、でこっちに東京に越して、はい、なんかやろうかなっていう感じで調べたら、はい、たまたまうちに出てきたって感じ。そうですね。なんか九州よりもこっちの方が部分矯正の歯科が多くて、うん、はい、チョイスが多かったのも理由の一つです。うん、で、いくつかまあ出てくるじゃないですか。はい、で、相談は本当に何個か行ったんですか？まあ、行ってはいないんですけど、うん、ネットのホームページとかを見て、うんうん、自分でどこがいいかなっていうのは選びました。で、うちに来ていただけたと。はい、そうです。で、じゃあうちに来て、まあ、いろいろ話をして、はい、まあ、部分矯正、まあ、やるみたいな感じになったんですけども、はい、うちの森デンタルクリニックで前歯の部分矯正をやるって決めた決め手というか、はい、かあります？一番は価格ですね。うんうんうん、価格がなんか他と比べて安かったのと、うんうん、あと毎回通うたびに、うんうん、払わなきゃいけないクリニックもあったんですけど、ここは払わなくてよかったので、うんうん、すごくいいなって思いました。全部込みの値段、はい、分かりやすかったと。はい、あとは、ホームページ見て良さそう。はい、雰囲気です。雰囲気で、はい、ありがとうございます。で、まあ、いざ始めて終わったんですけども、はい、そのやる前に不安だったことってあります？不安だったことは最初に聞かせていただいたんですけど、うん、やっぱりホームページとかでは追加料金なしって書かれてるんですけど、もしかしたら後からあるかもしれないとか思って、それは最初の、うん、なんて言いますかね、最初の話、カウンセリング、はい、カウンセリングの時に聞かせていただいて、うん、あとは痛みとかも心配だったんですけど、うんうん、実際自分がしてみて想像してたより痛くなかったです。うーん、じゃあ、まあやって実際は痛みはそこまで痛くない。はい、で追加費用的なものはどうでしたか？は実際なかったです。なかったですか？はい、ありがとうございます。はい、で、前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並びはどう変わりました？綺麗になりました。最初上がねこう重なってて、はい、で下はちょっとこうひねりとかがね、はい、あったんですよね。それは綺麗に並びました。はい、
最初の苦労を忘れるくらい綺麗になりました。昔はね、はい、満足度は高めですか？高めです。 高いです。高いですか。ありがとうございます。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で、はい、どう気持ちの変化、前はこうだったけど今こうだよとかあります？はやっぱりなんか人と話す時とかに、うん、なんか視線で自分の歯を見られてるのとかが気づいたこともあったりして。前はね、はい、そうです、前は、うん、だからそういうのもなくなったし、うん、あと写真の時とかも何も気にせず歯を出して笑えるようになったこととかもあります。なるほど。じゃあ自信ついたというか前向きになれたというか。そうですね、前向きになれたと思います。なるほどですね、はい。じゃあ、まあ、前歯の部分矯正やる前とやった後で生活の変化、なんか磨きやすくなったとかそういうのあります？それはあります。あります。なんか以前はちょっとガタガタしてたので、うん、そこをちょっと気にして、うん、なんか重なってる部分とかになんか汚れが詰まってないかなとか、うん、気にして磨かなきゃってかいけなかった時もあったんですけど、ね、はい、今は何も気にせずにもう普通に磨けるので、うん、すごくそれは楽になったなと思います。歯、うん、はい、並び綺麗だねって言われることがあった。今はちょっとマスク生活が多いのであんまり見せる機会はないんですけど、以前これあ実家に帰った時とかにはありました、うんうん、あとはテレビ電話とかでもやっぱり歯並びの違いは、うんうん、あの親と話してたんですけど、分かるみたいで、うん、綺麗になったねって言われました。下の歯の時、はい、ね、ね、じゃあ前歯の部分矯正をやりたいんだけどこう一歩踏み出せない、今まだ迷ってる人、探してる人、はい、昔の自分みたいな、はい、になんかメッセージというかお願いしたいんですけど。早くした方がいい。早くした方がいい。そっちの方がなんかやっぱり悩んでる期間はずっとどうしようかなどうしようかなって、うん、考えれば考えるほどすごいネガティブになったり、うん、辛いことも多いとは思うんですけど、うん、一歩勇気を踏み出してやってみたら、うん、痛みとかはあるかもしれないんですけれども、うん、それを耐えたらすごい幸せな時間というか自分自身がすごいハッピーに過ごせるとは思うので、うん、できるだけ早くした方がいいと思います。なるほどです、ね、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に一つ、あの前歯の部分矯正上下で何ヶ月かずつやってましたけれども、振り返ってみて、はい、前歯の部分矯正はやってよかったですか？はい、やってよかった。やってよかったです。わかりました。質問以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。